里崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、今日、里崎チャンネル行うのはこちらです。FA トレード移籍、熱い熱い時期が来ているストーブリーグ。その中で、FA で広島からオリックスへ移籍した、西川選手の人的保障、プロテクト選手を発表して、カープ、この選手を取ってみたらというね、里崎チャンネル、里崎と共にお送りします。ということでね、カープ、西川選手が FA で移籍して、しかし今年2位になって来年も頑張らなきゃいけない。でも、これは大きな戦力なんだっていうところでね、どの選手を行くのかっていうところで、里崎が独断と偏見で今年1年オリックスを見てきて、広島を見てきた中で、どういう選手をね、プロテクトしていこうかっていうね、28人。まずね、ランダムに、あんまり数考えないで、ランダムに里崎がね、考えた、選手をですね、まず、発表していきたいと思います。まずは、ピッチャーから、15人です。ピッチャーから、山下俊平と、宮城、平野、曽谷、山岡、田島、比嘉、阿部、本田、小北、山崎総一郎、東、宇田川、斉藤。この15人、まず15人をね、まず選んでみました。そして次、キャッチャー、若月、森、この2人。そして野手、これはね、内野外野、今後していきますけども、頓宮、宗、野口、紅林、太田、義母、中川、北、池田、茶野、杉本、渡辺、小田。こちら、あ、そしてもう一人、内藤宝。こちらがですね、里崎が独断と偏見で選んだんですけども、ピッチャー15人、キャッチャー2人、そして野手が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14人というところで、今31人になります。この31人からね、さすがに、SNS なんかでも話題になっているように、山本はもうね、プロテクトしないでしょ。そこはね、カーブも飛んないでしょ。ね。そして、先日ね、トレード行われましたけど、吉田輝星。ここもまあ入れないんじゃないのかなっていうね、ところはあります。その中でね、31人。こっから3人減らさなきゃいけないのよ。どうですか、オリックスファンの皆さん、プロテクトさせてここまで31人。皆さんありますから、なんかこう、プラスアルファの選手。この選手は入れなきゃっていう。で、この中で3人外すってなってきたら、ピッチャーで言うと、年齢も考えて、比嘉を外すのかっていうところかな。本田もね、今年成績はそんな悪くないんだけど、まだ24歳だから、こっからもっともっと伸びていくっていうことを考えれば、どうなんやろな。なんか外すのももったいないんちゃうかっていうね、伸びしろあるよっていうね、ところもあるんで、外すとしたら年齢的にも比嘉かなっていう、もちろん戦力的にはね、絶対いるけども、そこをカープが取ってこないんじゃないのかっていうところの駆け引きだね。ここはね。野手で言うと、義母は残しときたいしね。で、この北、で、茶野は残しときたいし、茶野池田残しときたいでしょ。渡辺小田。だからこの北、渡辺小田。ここかな？外すとしたら。で、西川も来るからさ、外野が西川、中川、杉本になるんだもんね。なんかあったら森ライトっていうのもね、可能性あるし、その中でも今年茶野も頑張った2割3分7厘。で、小田が何気にね、いい味出して2割9分。出場試合数がね、77試合っていうところもあるけども、途中から出場とか、こう、いい味出してる。戦力的には大きい。で、池田、ね、20歳、まだ2年目だからね、大阪桐蔭から。こう、2軍でも3割1厘打ってるし、ここをプロテクト外すっていうのは考えづらいし、佐野ね、佐野は外れるだろうけど、ね、右打ち、足もあるからね。佐野とか使い勝手めっちゃ良さそうだけどね。で、あとは、渡辺春人。ここ2年目だからね、東工学院慶応大学。ここを外すっていうことは考えづらいけどな、まだ若いね。あと、この北どうするか、北。3年目、これも外さないやろ。外すかな。
ここら辺なんだよね。でも外野も取ってくるっていうところは、もうここら辺多分特に北とかはスタメンで出て輝くタイプだからね、なんかあった時じゃないとなかなかね。そしたら茶野とか渡辺とかの方が使いやすいって言ったら使いやすいんだよね、小田とかね、ベンチとしたらね。そうなってきた時にね、どうやろうな、誰は、オリックスファンの皆さんどうしますかこれはね。だからこん中からね、内藤はもう絶対焦らないしね、未来の。そうなったら3人、いや本田とか外したら本田取られるっしょっていうね。小田渡辺北外すかな。何気にさ、何気にこっから考えなきゃいけないのはカープのこともやっぱ考えなきゃいけないわけよ。こう戦略上だから本当はいるけども、カープはこのポジション取んないでしょと、取んないからそこはねもう開けときますよっていうね、外しますよっていうところで、カープもね、何気に外野そんなね、まあ秋山ね、ちょっと年齢構成高いけども、野間ね、あとは中村、で末金、で田村ね、で中村隆弘、ここら辺がね、出てきてほしいっていうね、ところもあるし、あとね、先日発表したね、新外国人選手っていう、ところで、シャイナーね、メジャー経験こそないけども、マイナー通算102本塁打、今季は 3A で30本塁打、マリナーズね、205打点っていうところで、活躍してます。右バッターね、オーソドックスなスタイル。で、守備は、シャイナーは1塁3塁外野手をこなせるっていうところで、まあ、レイノルズがね、内野ならどこでも守れるっていうところだから、今だったら、まあ、サード、ファーストだね、っていうところが空いてるから、多分レイノルズがサード、ファーストどっちか行くかっていうね。でシャイナーもファースト、サード守れるんだけど、外野もこなせるってことになれば、選択肢はめちゃくちゃ広がるから、レフト、シャイナーっていうね、手もあるんだよね。まあ、サード、ファースト、シャイナー、レイノルズっていう可能性もあるけども、シャイナー、外野っていうね、可能性もあるから、ここら辺はね、キャンプとか能力値見ながらどうなるのかっていうところもあるけども、そう考えたらよ、どっちかっていうと、内野も育てていきたいよね。この本当だったら林ぐらいがね、出てきてくれるのが一番いいんだけども、23歳。2軍でもね、ホームラン10本打ってる。でも2割3分7厘。でもここが一番の、多分、大砲系の成長株だと思うんだよね。あとはね、初期とか、矢野とか、同じようなタイプだからね、大森とか。って考えたら、俊足高打は俺はね、いらないと思うんだよね。同じようなタイプ。そしたら、渡辺とかね、そこら辺のキャラ被りするからね、そこら辺はね、取らないから、外してもいいと思うんだよね。それでカープのピッチャーもね、何気に数はいるからね、そこがうまくはまればっていうところでね、アドワとかね、まあ、松本が来季は復活してほしい。そして川野増田っていうね、社会人選手ピッチャーもうちょっと頑張ってもらいたい。宮崎栗林が後ろにいて、ケムナいる。で、新戦力の、常広、そして高っていうところも1位2位で取ってきた。大道がリリーフになっていい感じになってきてる。で、中崎が若干復活してきたって考えると、喉から手が出るほどリリーフがいるかっていうね。まあ中村ね、28歳だけどもね、今年5試合しか投げてないけども、まあそこそこいい結果も残してるし、2軍でもね、28試合投げてリリーフでいい形に残してるから来年出てくるかもわかんない。遠藤も復活していかなきゃいけないっていうね。で、前外国人選手、ターリーも含めてね、外国人選手もいる、アンダーソン。考えたら、中途半端なピッチャーだったらいらないと思うんだよね。もう絶対使えるとかだったらいいと思うけど、そう考えてやっぱね、若い選手がね、カープとしてはいいと思うんだよ。今すぐじゃなくても俺はいいと思うんだよね。で、そう考えると、俺は先ほど言った31人だから外すってなると、やっぱりね、渡辺、小田、北だと思うんだよ。外れるの。何気に。もしこの3人が外れた場合、俺はね、カープ、人的保障、取る選手をこちらにします。広島東洋カープ、人的保障、北、亮斗、3年目、これだ。北行こう。北外れたら、北行こう。で、外野。で、あのね、外国人2人をサード、ファーストにすればいいから。外野で、絶対伸びていくから。今のオリックスだとチャンスないから。北にとってもね、めちゃくちゃいいと思うんだよね。もし移籍できれば、カープも。で、しかもね、明石からだからね、どっちもそんな変わんないじゃん。で、俺はね、北がね、もし外れてんだったら一番いいと思うし、それかね、何気にね、ここはね、絶対外れると思うんだけど、この選手、大里康生。24歳。まあ、育成でね、
入ってきて試合官になった2年目の選手、東北時代からっていうね、今多分台湾かどっかのねウィンターリーグ行ってるけど、そこに行くってことはね、チームとしては期待してるっていうところだからね、若手しかも内野手っていうことを考えれば、今すぐは使えないかもしれないけども、こっからうまくね成長していければ面白い存在になるのかなと。まあ矢野とかね、葉月とかとちょっとタイプがね被るけども、若い内野っていうところでは面白いんちゃうかなっていうね。ピッチャーっていうよりも俺は野手の方がいいと思うから、ピッチャーいると思う俺は、カープはもうすでに。だから大里もしくは北じゃいいかな。渡辺とかキャラ被りするからね、うん、がいいと思いますけども、皆さんどうだと、佐々木どうやと思いますかね。皆さんのね意見、オリックスファンの意見、カープファンの意見お待ちしてます。佐々木もう外れてたら期待っとく、これをねもうぜひとっても面白いんじゃないのかなと思いますけども、佐々木の、西川 FA に伴うプロテクト選手、人的保障の選手はこれだというところでお伝えしました、ね。まあ結果ねどうなるか分かんない、まあお金でね解決する可能性も十分あるっていうところもあるんでね、そういったところはね今後の続報をね待っていきたいというところもありますしね、ぜひ皆さんの意見もね、お寄せください。それでは